軸をぶらさずにタッチ、まずは順手でゆっくり下ろす。例えば20枚もあれ20枚って型やったかな、市民のために自分がどうやったハイスペックな準備ができるのか。おはようございます。レスキューハウスの時間です。今日は皆さんに僕が現役消防士の頃に朝やってた、必ずやってたトレーニングを皆さんにお伝えしていこうと思います。なぜこれをするのかというと、やっぱり消防士って勤務が始まった1秒後には災害現場に行くかもしれないんですよね。行くかもしれないからこそ、常にやっぱり市民のために自分の最高状態を作り上げとかないとダメなんです。だからそれを僕が実際に現役の頃何をやってたのか、どうやってたのかっていうのを皆さんにお伝えしていこうと思います。まずは絶対にストレッチ、体を伸ばして、災害現場でアキレス腱切ったとか、災害現場で足ぐねったとかよくあるんですよ。そうなった時でもそうならないように必ずするようにしていました。でまずは長座体前屈で、こんなところはね皆さん多分知ってると思うんやけど、でしっかりと伸ばすように意識して、市民のために自分がどうやったハイスペックな準備ができるのかっていうところをしっかりと考えてストレッチを行うようにしていますと。で股関節を柔らかくしたりとか、ストレッチは本当に人それぞれやり方があるから、自分の好きなストレッチをしっかりと下半身上半身メインにやっていましたと。でまた開脚やね、全然僕は嫌んかんけど2年ぶりぐらいからめちゃくちゃ痛いよ今これ開脚やって、である程度下半身伸びましたよってなると、上半身伸ばします。この辺は全然皆さんも好きなようにやってくれたらいいんかなと。でやっぱり災害現場で一番体痛めやすいのって現役消防士の方、多分皆さん知ってると思うんですけど腰なんですよ。腰痛持ちの方がすごい多くて、消防士ってほんまに腰だから、腰を重点的にストレッチするっていうのも心がけてました。だから皆さんも消防士になったら必ずと言っていいほど腰に負担がかかる作業がついていきますんで、皆さんはしっかりと腰と下半身のストレッチをするようにしておいてください。次に僕が意識してたのは、ストレッチが終われば代謝を上げるための、準備をしていましたと。で代謝を上げる方法って言ったら、まず体幹、大体この辺にストレッチマット引いて、もう多分皆さんやったことあるように体幹で自分がベンチになるように。これは過去の動画見てくださいということです。で体幹やって、あとは腹筋、普通の腹筋から足をクロスさせる腹筋で、足を上げながら軸をぶらさずにタッチ、これをこれ50回を3セットで、これも100回を3セットで、つけずに伸ばす、曲げる、伸ばす、これを30回を3セットで、まずこれで代謝すごい温まってくるんで、一番これの目的っていうのは、自分がトームが始まった瞬間にベストなパフォーマンスをするためが目的なんですよね。だから疲れてしまったらダメですと。ちょっと代謝上がってきた、ちょっと汗かいてきたかも、そういうところでやめるようにしてください。次に、懸垂ですと。で懸垂は前回の動画でやり方載ってるんで、それを見てほしいんですけど、僕がなぜ毎朝懸垂をしてたかというと、僕は消防士になった時に本当に懸垂っていうのは2回3回しかできなかったんですよ。で僕がすごいな、かっこいいなって思う消防士先輩方っていうのは本当に懸垂 2,3 回の人いなかったんですよね。だから僕は苦手なことを必ず朝に入れるようにしています。で懸垂も順手逆手である、ほんでワイドとかあるんやけど、自分のまずは順手でゆっくり下ろす。これを僕はほんま苦手やったから1日3回を3セットで1ヶ月後半年後には5回を3セットっていう数で増やしていってましたと。で大体逆手やったらみんな俺はできるみたいな、俺懸垂結構できんねんっていう人で、消防士じゃない人でね、学生さんたち結構会うんですけど、その時のやっぱ逆手でこうやってると、あんまりそれはなんかトレーニングされてる方とかはやってるイメージがないので、あんまり意味ないのかなと思います。なので自分の苦手なところを回数少なくてでも毎朝やるようにしていましたと。じゃあ最後ですね、僕が毎朝必ずやってたトレーニングの最終はロープで自分の体の長さを再確認するっていうことです。実際にどういうことかというと、もやい結びも、二重もやいも、本結びもいろんな傑作過去の動画で上げてると思うんですけど、それが目をつぶってでもとっさにできないと意味ないんです。災害現場ってパニックになってる状態でやるんでね、その時に朝やっとくだけで、災害現場とか訓練とかでこれをしろって言われた時に朝これやったからできる、自分の苦手なところを再認識できるんで、これが災害現場で人を助けるための最善の準備と僕は思っています。はい、でもやい結びもしっかりと測って、自分の肩までの長さやったかな、胸のセンターまでの長さやったかな、あれ胸のセンターやったかなって思って傑作していくんですよ。あ、違う、これなったら端末って前の動画でも言ってるけど拳一つなので、あ、胸のセンターじゃないな、片腕1本分やなってなるんですよね。そういう再確認ができるんですよ。はい、ほんで胸片1本分としたら、触ってないから最近ですよ、はいはい、ちょうど先端が出るぐらい、あ、なんや腕1本分か、こういう再確認できるんですよね。じゃあこれが長かったらどうなるのかって言ったら、隊員の邪魔になったり市民のためにつながらなかったりするんで、消防っていうのはロープの長さっていうのを必ず測るようにしていますと。なので体の部位で覚えた傑作の再確認をやっていましたと。例えば二重もやいも、あれ二重もやいって肩やったかな、あれセンターどっちやったっけ、もうちょい自分の肩と反対の肩かな、あれ二重もややるのどっちやったっけなっていうのもできますと。僕はセンター、ここセンターよりちょっと気持ちで半分に折ってあげる、で半結びのところを持って、あれこれどれぐらいやったかなってなりながら朝の再確認、これは本当にめちゃくちゃ重要ですと。で僕もともとロープを覚えるとかすごい苦手やったんで、やっぱ先輩とかに教えてもらったことの復習っていうのをすごい心がけてましたと。はい、これが自分の太もものサイズですよと。でこれが半結び入れた時の最善な長さですよと。はい、一拳、はい、これを吐くと。はい、ということで今回は僕が消防士の頃にやってた最善の朝の準備っていうのを皆さんにお伝えしました。このお伝えした内容を皆さんも自分なりに考えて、まず仕事が始まった時にベストなパフォーマンスをできないと意味ないんですよ。仕事が始まってから、あーなんか今日も嫌やなーっていう状態で仕事に臨んじゃダメなんですよ。市民のために、仕事のために、誰かのためにっていうと、仕事が始まった瞬間からベストパフォーマンスを出せる、これがプロフェッショナルと僕は思ってます。だから皆さんも自分の体を守るため、自分の大切な人を守るため、自分の守りたい人を守るためにも、必ず朝は自分の最善の対策準備をするようにしておいてください。はい、ということで今回の動画が参考になった方はいいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、助かる命を助けるために、これからの情報社会において生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士の話、よしポンプとアンビュランス、初めての災害現場